使用済みろうそくを再利用して新しいろうそくを作るイベントが先月22日に旭山動物園で行われました。毎年2月に開催している夜の動物が観察できる雪明かりの動物園では、たくさんのアイスキャンドルを園内に展示しており、例年およそ5000個のろうそくを購入していました。しかし、環境保全活動を推進する動物園として今年から再利用を始めました。回を増すごとに、少しずつ増やしていって、少しでも購入するろうそくっていうのが減ればいいかな、そして廃棄物も少なくなればいいかなっていうふうに思ってます。参加した親子や職員は使用済みろうそくを溶かしてクレヨンで色をつけて、芯が固定された小さなカップに注ぎ、カラフルなろうそくを作りました。あ、オッケー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 、いいね、オッケーね。これらのろうそくは今月10日からの雪明かりの動物園開催期間中に展示するアイスキャンドルに使用されます。旭川農業高校の生徒によるご当地グルメ、あったか旭川まんの販売会が先月25日に JR 旭川駅で3年ぶりに行われました。明治35年1月25日に旭川でマイナス41度を記録したことにちなみ、1月25日は市民や観光客を中華まんでもてなすための販売会を行っています。この日はかぼちゃやりんご、焼きそばなどのあんをそれぞれ米粉の生地に包んだ6種類のあったか旭川まんが販売されました。旭川の地のものを使ってるっていうので、味付けも何回かいただいて美味しかったので、またいただきたいなと思って来ました。一度にいくつも買う人もいて、販売会終了の午後3時には用意したおよそ500個がすべて完売しました。旭川市からのお知らせです。新型コロナウイルスとインフルエンザが同時流行すると発熱外来が逼迫する可能性があります。発熱などに備え、医療用の検査キットや解熱剤などのお薬、食べ物や日用品などを各ご家庭で準備していただくようお願いします。